Thank you.
後に僕の見つけた大型新人の歌を、分かんない何が起こるか本当に最後5分だけ、まあ今までもよく分かんないでやったんだけど最後名古屋ちゃんなおをこの場に呼んでマイクを渡し5分最後曲をお届けしようと思います。どうぞ名古屋ちゃんです。ここら辺は結構美味しいとこいっぱいある。まあまあ、はい、シクさんに5分いただきまして1曲歌わせていただきます。はい、で、しかもさっきお話ししててあのアカペラの歌に合わせて踊っていただけるとのことで、yeah. 相乗効果で、どういう時間になるのかわからないよ僕も分かってないはい、クロージングライブの最後こんな感じで皆さんと調和していければと思います。行こうぜ。はい、それではピザさん本当にフロリダオープンおめでとうございます。これは現象だよ、現象、うん、歴史が300メートル動いてる、はい、普段は1、2ミリが動いててたまに3センチとか奇跡的に動くけど今宵は300メートル動いたらしいです。ここにだからみんなね、地元の皆さんも含めてこっからのだから盛り上がりが見えるよ。いい機会だ。では、気持ちを込めて歌わせていただきます。尾崎豊さんのシリーという曲をアカペラで歌わせていただきます。それでは、夢の種
いよね、シェリー一人。